赤い靴は、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作の創作童話である。コジカーレンと赤い靴、みなしゴカーレンと赤い靴とも表記される。1845年、新童話週1-3、養成農家、赤い靴、羊飼いの娘と煙突掃除屋さんに収録されて出版。貧しい少女カーレンは、ずっと病気だった母親と二人っきり。ある日、 靴を持たない彼女は足に怪我をしたところを靴屋の女将さんに助けられ赤い靴を作ってもらう。その直後、看病もなしく母親は死んでしまった。孤児のカーレンは母親の葬儀に赤い靴を履いて出席し、それを見とがめたロープ人は彼女の恐竜に同情して養生にした。老婦人のもとで育てられたカーレンは町一番の美しい娘に成長した。 ある日、靴屋の店先に綺麗な赤い靴を見つけたカーレンは、老婦人の目を盗んで買ってしまう。会律上、無彩色の服装で出席しなければならない教会にも、その赤い靴を履いていき、老婦人にたしなめられる。それでもカーレンは教会に赤い靴を履いていく。老婦人が死の床についている時にさえ、カーレンはその靴を履いて、舞踏会に出かけてしまう。 すると不思議なことに、カーレンの足は勝手に踊り続け、靴を脱ぐこともできなくなる。カーレンは死ぬまで踊り続ける呪いをかけられたのだった。夜も昼もカーレンは踊り続けなくてはならなかった。カーレンが看病しなかったばかりに亡くなった老婦人の葬儀にも出席できず、身も心も疲弊してしまう。呪いを免れるため、首切り役人に懇願して両足首を切断してもらう。 すると切り離された両足と赤い靴はカーレンを置いて踊りながら遠くへ去っていった。義足を作ってもらったカーレンはこれまでの自分を恥じ、不自由な体で教会に住み込みでボランティアに励む毎日を送る。一回は悔い改めたと思い教会へと行こうとして踊り続ける赤い靴に阻まれ、再び己の罪を自覚するも、孤児やシスターから熱い信頼を受けながら、 カーレンは充実した毎日を送る。引き取ってくれたにもかかわらず、老婦人にへ、恩返しができなかった、残悔の祈りを捧げていたある日、突然足を踏み入れることすらできなかった教会へと、場所は返事目の前に天使が現れ、罪を許されたことを知ったカーレンは、天へ召されていった。この物語に、赤い靴は三足登場する。一足目は、 同じ貧村の靴屋が歯切れで縫ってくれた心のこもった、ラシャ布の赤い靴。カーレンにとっては、老婦人に引き取ってもらう幸運を呼んだ靴だが、当の老婦人に生まれて焼き捨てられてしまう。二足目は、旅行中の王女が履いていた目の覚めるようなモロッコ川の赤い靴。カーレンは、世界中探してもこれほど、素晴らしい靴はないと思う。そして三足目が、 検診令用として高級靴店で見つけたエナメルの赤い靴。サイズ違いで売れ残った白尺令状のオーダー品を老婦人に買い与えられる。中盤以降、カレンが赤い靴のことばかり考えていたと繰り返し、記述されるが、どのように考えていたのかは明示されていない。東京理科大学准教授、中丸貞子は論文で本作に言及している。 それによると主人公のモデルはアンデルセンのイフ姉カーレン・マリーである。彼の母が結婚前に死生児として産んだのだが、アンデルセンはカーレン・マリーの存在を恥じて隠そうとした。彼にとってカーレン・マリーは大敗、無知、乱行の象徴で、その存在が自分を貶めることを恐れた。なお、カレン・マリーへのカタカナ表記はカーアン・マリー、カーアン・マリーなどが、 言語に近い。岐阜女子大学の佐藤義隆によると、本作はアンデルセン自身の経験が元になっている。1819年、献身令を受けるのだが、このために新しい靴を作ってもらった。それが嬉しくて、献身令の最中も靴に気を取られてしまった。この時の経験をもとに、後年作品の中で虚栄心を罰した。ありがとうございます。